光と影、ああ、表と裏だ。面白い。なんで決める？じゃんけん。え、そんな動きが出てるの？ちょっと待ってて。オーケー、分かったわ。うん、そっちで、ニューヨークで。25銭切ったって言うなら仕方ないわ。うん、行く。大丈夫、明日の夕方の便なら仮押さえしてあったの。忙しそうだな。もうやんなっちゃう。政治家がいい加減だから、日本とニューヨークで円とドルがエレベーターよ。ほんと、どうして日本の政治家ってどうしようもないおじいちゃんばかりなのかしら。今の日本で若くして政治家になれるのは2世かタレントか、それに官僚かだ。官僚から回っても60過ぎ。今のシステムじゃ若い人間は政界へ入れない。誰かが変えないとな。で、北条さん、あなたは何者？ヤクザ。それじゃあ私はヤクザをナンパしちゃったわけだ。何もバックにない人間が
20代で政治家になるには、30年の道のりを1日でクリアする人間が裏で必要なんだ。表と裏、光と影。ではではすから、私石田純一は常に有権者の立場に立った。小さなことから一つ一つ確実に。何が欲しい？金か。さあ、何にしましょうかね。年内には解散、総選挙だそうじゃないですか。今こんなもん選挙区に出回ったら、さぞかし大変でしょうね。やろう。帰れとチンピラ。貴様らチンピラヤクザが本気でわしら国会議員をゆすれると思っておるのか。なんだてめえは。あんた、名前は？秘書の浅見だ。覚えておこう。忘れてもらって結構。迷惑だ。六本木北商会会長北条明、れっきとした暴力団の組長なのに、今まで前科ゼロ、真っ白なんですからね。とにかくこれまでは我々の全敗ってとこですわ。傷のないヤクザか。私が尻尾を掴んでやる。でありますからして、今日私がここにいらっしゃるご婦人方の並々ならぬ努力があってこそ成し遂げられたわけでございまして、私桜秀一は国会で常々ご婦人方の社会貢献においていつも尊敬しておるわけでございます。ありがとうございます。皆さん、この桜と一緒に頑張りましょう。ありがとうございます。桜も皆さんのために一生懸命働かせていただきます。ありがとう、ありがとうございます。ババア臭くてたまらん。あの気色の悪い厚化粧どもが。午後の予定ですが、この後ニューオータキで地元の陳情団代表の方と昼食、1時半議員会館で政運会の団結式に出席、2時プリンセスホテルにて。浅見、どこだ、どこで待たせてあるんだ。奥の部屋に。それでは私はこれで、先生によろしくお伝えください。
お、今月分をお届けに。ずいぶん派手に稼いでいるようだな、工場。はい。まあいいだろう。この世界で物を言うのは金だ。受け取る側の俺がとやかく言うことじゃねえ。だが政治家に手出すのはやめておけ。北条、やつらとは敵対するもんじゃねえ、利用するもんだ。政治家と傘下の組長一人、俺がどっちを選ぶか分かってるな。せっかくの組潰したくあるまい。分かっております。遅くなりました、会長。今日の売り上げはいつもの2割増しってところです。70取ったら30は勝たせてやれよ。はい、それはもういつもおっしゃる通りにしております。会長、上の店に妙な女が来ているようです。女？ええ、何でも会長をよく知っているとかで、カジノへ案内してくれと。ちょっと見てください、今はモニターに出しますんで。ご存知ですか？いや。石原京子、階級警視、年齢27歳、東大卒後国家公務員、上級職に合格。こりゃとんだエリートさんだ。やだ、まだ信用してくれないのね。私本当に北条さんと知り合いなのよ。しかしカジノだなんて。お客様、何か勘違いなさってますよ。だってここ北条さんのお店でしょ。彼、カジノに行きたいならいつでもおいでって。俺はそんなこと言った覚えもないし、君も知らない。じゃあこれからお知り合いになるっていうのは。願ってもない。俺にも同じもの。乾杯。結構ちょろい男。ここはまさか。なんてこと。
何？貴様本気か？本気ですよ、うちの会長は。あんたに写真を返す気はありません。あくまでもゆするそうです。貴様ら、てめえの総長にそんなに叩き潰されたいのか？この身の程知らずのドチンピラが後悔しても遅いぞ。今な何をしているのか分かっているのか？このわしを誰だと？おっさんよ、ドチンピラにはねえ、大義士なんて肩書きは通用しねえんだ。俺たちは肌から力も花もねえんだ。なくすものは何もねえんだよ。アサミ先生、いくら私でもこの状況では。そいつが賢明ってもんだぜ。さあ立て。隊長がお待ちだ。なんだって北条が？さあね、男と女のことですから。高校3年にしちゃ幼いが、まあヤクザにしちゃそんなもん関係ないっすよ。やだ、北条さんたらいつもそうやって子供扱いするんだから。なんだ、早く言え。貴様は一体何が欲しいんだ？欲しいものはたった一つ。あんたの代議士引退ですよ、先生。わしの引退？要求はそれだけです。良いお返事をお待ちしてますよ、先生。民事党の桜代議士と。ええ、桜秀一。東京地方府から連続当選の大物ですよ。でもなぜヤクザと現役代議士が？さあ、まあ何にしても副所長、あの北条って男はおいそれと落とせる相手じゃなさそうですわ。鬼の尾崎と恐れられた人が随分弱気なのね。尾崎刑事、いいこと教えてあげる。ん？女のプライドっていうのはね、男より強いのよ。ん？車のキー貸してちょうだい。連続7期。次の選挙では大臣の椅子も夢じゃない。金を使いバカな選挙民どもに頭を下げ、先輩代議士の尻を拭い、わしが今日までどんな思いをしてしがみつき築き上げてきたか、それをあっさりと捨てられると思うか、アサミ。所詮他人のところに嫁に出す娘、ヤクザに犯されようが財界のバカ息子に嫁にやるのと大した変わりはないわ。
宅の先生がそんなことを。しぶといぜあのじいさん。そろそろ俺も動かないといけないようだな。ああ、こうなったら一気に行くしかあるまい。一気に。大東信用金庫ですか？ああ、六本木支店の海野っていう支店長がいる。やつを叩けば桜に絡んだ不正融資がゴロゴロ出てくる。そんな。田代。はい。ヤクザと政治家は裏と表なんだよ。わかりました。会長は。俺にはもうすぐお迎えが来る頃だ。なんだてめえら。そうら、おいでなすった。会長。さあ行こうか、会長さん。どんなところへ招待してくれるんだ？殺風景なところさ。それで、あ、全治6ヶ月、最低そのぐらいは痛めていいそうだ。総長にお礼を言わなくちゃな。うん、この車つけられてます。何？女。ほう、誰だ貴様。知ってるやつか。俺の女だ。何？止めろ。おい、てめえどういう気だ。警察。威勢のいいこと。総長のところだ。何？邪魔と木村が六本木署に連行されただと？それで北条は？ここですよ総長。北条。ドアチェーンをかけないと不用品ですよ。総長、ご足労願えますか。ここじゃまずいでしょう。大東信用金庫六本木支店。海野支店長ですね。ああ、そうだな。こんなところまで付き合わせちゃってすみません。北条、貴様どういうつもりだ。何を考えている。総長、俺は赤間さんたちには殴られたくないんですよ。総長にやられるならともかくね。北条。総長、
あと2時間辛抱してください。さくら代議士との一件、それで俺なりにケリをつけます。ケリだと？必ず総長の満足する結果を出しましょう。もしご不満ならその時はご自由に。2時間か。ノーと言ったら、ここで俺が引き金を引くと言ったらどうする？詰められたネズミになるしかないでしょうね。それで猫を噛むか。いや、たとえ相手が虎でもでしょう。よかろう。ただし2時間だ。それ以上は待たん。今度は指がちぎれるかもしれませんよ。俺たちは検察庁じゃないんだ。奴らとはやり方が違う。早く認めた方がいいよ。さくら先生が絡んだ不正融資は1件や2件じゃないはずだ。ハンカチを取ってやれ。何でも要求を聞いてくれるそうだ。北条、もう時間だ。ここまでだ。虎を噛んでみるか、北条。気の長いヤクザはいねえんだよ。会長。3億。今回の一件で桜から総長に渡る金は1億。でもこの3億は桜に関係なく、大東信用金庫から総長に融資される金です。桜に関係なく、つまり桜の依頼を無視しても入る金です。で、こいつで目をつぶれと。そう願えれば。ふん。ヤクザの股を開かせる方法を知ってやがる。考えておこう。田代、お送りしろ。はい。北条、前から一度聞きたかったんだが、お前なんでヤクザになった？普通の人間が30年かかるところを1日でやれるからですよ。随分急な呼び出しですね。幹事長自らが俺に内々で話があるって言うんだ。いよいよですね。次期選挙後の新内閣の椅子。間違いあるまい。この俺もとうとう桜大臣か。どうも遅くなりまして。相変わらず精力的に動いているようだが。いいえ、私などまだまだ。だが精力的すぎても困る。お？これは。さくら君、政治家にとってスキャンダルはタブーだよ。どうしてこれが幹事長の手に。そんなことは問題じゃない。問題は次の選挙にどう響くかということだ。最悪民事党の公認から外れてもらうかもしれん。いない。先生、相良総長は一月ほど海外に出ていないそうです。なんだと。バカを言うな。わしはそんな話聞いておらんぞ。総長。放っておけ。な
なぜだ、なぜ急に。それがヤクザってやつなんですかね。ヤクザ。退学？北条が退学って、だってやつ偏差値80の東大一直線だろ。北条のやつ一体どうしちまったんだよ。おい浅見、お前やつさガキの頃から一緒だったんだろ。なんか聞いてないか。知らん。浅見、途中で転ぶなよ。お前もな。心配するな。お前が表で突っ走った分だけ俺は裏で突っ走ってみせる。浅見、次に会うときはいくらでも小遣いせびっていいぜ。あの時俺がじゃんけんに負けていたら北条がこの場にいた。浅見、何をしている。講演会だ。今すぐ講演会の連中に片っ端から電話をかけて招集しろ。もう一度地盤を固め直すんだ。なに、最悪民事党の公認を取れなくても俺には強固な地盤がある。浅見、頼むぞ。こうなりゃお前の手腕がものを言う。先生、いくつになられましたか。なんだ。68だが、それがどうかしたか。68ですか。普通の企業じゃとっくに引退ですね。何先生、孫と遊んでる方が似合う年だと言っているんですよ。浅見、貴様一体。先生、先生の地盤俺がそっくりいただきます。副所長、民事党の桜代議士が突然引退しましたよ。桜が。それともう一つ面白いもんが見つかったんです。北条の高校時代のアルバムです。北条は高2で中退してますがね、これが入学した頃の写真です。それで。面白いのはその二人隣の学生です。え、浅見千秋、さくら代議士の第一秘書なんですよ。何ですって。どうです、偶然にしちゃできすぎていませんか。さらに桜の地盤をその浅見が引き継ぐってことです。何を企んでいるのかしら。ですがね、そうそう北条の思い通りにはいかなくなりそうなんですよ。どういうこと。六本木に奴が戻ってくるんですわ、無所からね。爆弾ですよ。その爆弾が破裂したらあの北条も必ずボロを出しますよ。ご苦労さんっす。姉ちゃんは。おじきが二丁目の店に。都会の兄貴が。これが北条の趣味ってやつ。
都会さん。お釜野郎が現れたね。いつですか。知らせていただければお迎えに。てめえに出迎えられても嬉しくもなんともねえよ。この野郎また総長のチンポでも加えてたんだろう。それでまた五人抜きの出世ってか。都会さん。まあ、いい今日は商談できたんだ。都会さん、うちの店じゃちょっと。ああ、そうかい。ダメかい。あたしの趣味じゃございませんってか。会長、何しやがる。北条、俺たちはおめえと違う。てめえのように綺麗な亭して頭一つでしのぎをあげる、そんな器量はねえ。無所に出たり入ったりドロドロに汚れて稼ぐしかねえんだよ。覚えていろよ北条。てめえ総長の金玉握ってるつもりか知らんが、ヤクザってな、そんなんじゃねえ。無所に入って上がっていかねえかい。上に邪魔したな。会長、困った人だ。とりあえず2億だったな。貸金庫に入れてやる。その傷は職業病ってやつさ。おお、君がさくらの地盤を引き継ぐのか。はい、どうかよろしくお願いいたします。さすが桜のとこにいただけのことはある。政治が一体どのようなものか、そのくらいは分かっとるよじゃないか。だがそれだけじゃ政治家にはなれんよ。政治ってのは綺麗事じゃない。やわな神経じゃ持たんぞ。浅見君、この女わしと一緒に抱けるかね。政治家に常識はいらん。自分のケツの穴見せるのを恥ずかしがっとるようじゃ政治家にはなれんぞ。いただきます。奴がやってきたことに比べりゃ屁でもね。俺には奴の人生が乗っかってんだ。そうか、出てきたか。はい、旅行中だと聞いたもんでご挨拶が遅くなってしまいました。どのぐらい入ってた。1年と2ヶ月ですか。長い休暇だな。シャバの会社ならとっくにクビだ。都会、無所に入って吐くつく時代じゃねえぞ。少しは北条を見習ったらどうだ。ちった頭を使え。頭をうかうかしてると北条の尻舐める羽目になるぞ。
今日入ったばかりの子なんですよね。まあいったな。東海さん、なんであんなに荒れてんですか。ちょっとな、お前迂闊に声かけねえ方がいいよ。こんな顔にされたくなかったらね。会長、都会のおじきだいぶ暴れてるようです。ああ、だが都会さんが苛立つのもわからないわけじゃない。今の相良総長の地盤を作ったのは都会さんだ。都会さんが突っ走って対抗勢力を叩き潰してこなかったら相良総長もなかった。そういうことだ、田代。はい。お前にも分かるだろう。都会に任せていたらあの組の先はねえ。そこで北条に都会の組を任せようと思う。都会組を統合すれば北照会は相良連合の中でも五本の指に入る勢力になる。悪い話じゃあるまい。あ、はい。しかし、うん、そうだ、問題はそのしかしだ。相手は都会だ。あの銀ギラが黙っているわけはねえ。そこでお前を呼んだんだ。村田さん。田代、親が歩く道を作ってやるのがこの役目だ。つまずく小石があったら取り除く。こけた時は遅いんだ。お借りします。いいんですか総長。これじゃ都会のケツ煽るようなもんだ。北条も無事ってわけにゃ。俺にとっちゃ北条が小石なんだよ。え、奴は若い。その上切れる。ほっとけば岩となる。それでは幹事長はご存知だったんですか。ああ、彼からの挨拶はあったよ。では幹事長はこの男を桜代議士の後任に。岡村君、若いってことは素晴らしい。無限の可能性を秘めておる。だからこそ困る。彼らが出てきたらわしらはただのジジイだ。From the sun. どうしたんじゃ。 There's hope for everyone. Love from the sun. 極度ってのはな、組長の言うことは何でも聞かなくちゃいけねえんだよ。ああ、そのドスで手刺してみな。どうしたい、チンポ丸めて帰るかい。もう引き返せないんですよ俺。ん、
is one。捕まえねえと何にもならねえ。裏口だ、裏口回れ。待ってるわけにはいかないんす。一日も早く上に登らなきゃならないんす。ほうじゃん。キスさせろ。キス。ギラギラと腹をすかせて俺と同じ匂い振りまいてやがった。だが今のあいつはただの豚よ。田代、てめえ俺の弾でも取りに来たか。なんだこれや。都会さん、お願いします。その金持ってこの町から消えてください。頼んます。な、き、消えるだと。どういうことだてめえ。わけは言えません。何も聞かずにお願いします。都会さん。バカかおめえは。そんな話誰が聞くかよ。田代、おめえ何考えてんだ。てめえ。都会さん、だったら都会さんを弾くしかないんです、ね、都会さん、恨みじゃないんです。それだけは、それだけは分かってください。た、たしろ、ま、うん、と、都会さん、黙れや。とうとう食堂が破れちまいやがった。食堂。あのやぶいしゃめ、俺がガンだとよ。この俺が笑っちまうぜ。と、都会さん。田代、おめえまだまだ甘えわ。ヤクザが使う手は何でもありなんだよ。ベロ噛み切って血出すぐらいへでもねえんだよ。これで北条をやる理由はできたってわけだ。何？さくら代議士の後任が別の候補だと。伊佐岡幹事長の肝入りで通産省の OB が立つらしいんですよ。幹事長が。あ、浅見さん、一体どうなっているんですか。それが薄汚ねえジジイたちの手か。幹事長、そうか、わかった。都会さん。ああそうよ。てめえんとこのバカがカッカと笑わしてくれてるぜ。都会
さ、わかりました。行けば田代を渡してくれるんですね。こっちのじいさんも目つみに来やがったな。久しぶりにカッカとしてきたぜ。まあ田代よ、昔は毎日がこうだったんだよ。都会が、はい、動き出したようです。これで北条の件も早々に片がつくでしょう。村田。はい。お前も覚えておくがいい。奴らは土台だ。土台が突き出れば屋台が傾く。土台に意志を持たせちゃいけねえんだよ。東海さん、もうぼちぼちこの辺にしませんか。あ、なんじゃやぶから棒に。操り人形のことですよ。それがどうして。東海さん、俺もあんたも操り人形だ。だからどうだっつんじゃい。いや、いちいち理屈はいらねえんだよ。俺の頭のネジは単純に巻いてあるんだ。てめえのように右へ巻いたり左へ巻いたり器用にやってできねえんだよ。違うぜ会長。トカイさん、もうやめてくれ。やるな、俺を代わりにやってくれ。うるせえ。トカイさん、王女、俺はな、おめえのこと、おめえのことを。それはこのクソガキが。アバよ、北条。すいません会長、遅くなっちまって。北条、このクソ野郎、てめえそこまで腐ってやがったか。命乞いの土下座した方がマシだぜ。ちょっと付き合ってもらいますよ、都会さん。俺もまだずっと腹すかしてたんですよ。では、あの噂は本当なんですね。浅見君、君はまだ若い。先輩に恩を売っとくのも手だよ。この間君が持ってきた二岡そっくり返そう。それに君がさくら君から引き継いだ後援会と地盤、3億で買おうじゃないか。今は力を貯める時だ、浅見君。悪い話じゃないだろう。たとえ君が立候補しても民事党の公認からは外れる。新人が党の公認なしで当選するほどこの世界甘くはない。しかし党は一つではない。の、どういうことかね。幹事長、この浅見、与党民事党でなく野党に身を売ります。バカな。桜先生の地盤は強固です。議席が増えるなら野党は喜んで受け入れるでしょう。浅見君、君ちょっと待ちたまえ。俺たちは意思があるんですよ、幹事長。北条、どういうことだ。何の真似だ。東海さん、操り人形のままじゃおちおち夢も見てられないじゃないですか。
いつまでたってもたちの悪い人形使いの手下じゃねえ。ホグちゃん、トカイさん、夢見るなら一緒に同じ夢見ましょうよ。北条。トカイさん、今からあなたが相良連合の二代目総長だ。何？立ち止まったら夢もそこまでだ。行くだけ行って潰れたら納得もいく。違いますか？お前もうキスはごめんですよ、トカイさん。生きてる。北条、それにしてもまだまだおめえは甘えわ。仕留めるときは一発だ。行くとしたら徹底的に行かねえとな。待て。ああ、総長を殺すんじゃねえ。あんた総長の身を心配している場合かよ。次はあんただぜ。そんなこと言ってるんじゃねえ。組バラバラにされてえのか。いいか、今総長が死んでみろ。ごたごたに乗じて関西や関東の他の組織がわっと組を食い荒らしに来るぞ。てめえの二代目襲名がすんなりと落ち着くまでとにかく生かしておくんだ。その後はてめえの好きにすりゃいい。北条はわざと急所を外したんだよ。村田さん、俺には誰が総長になろうが関係ない。組が潰れることの方が問題なんだよ。田代、四ツ谷の下倉病院へ運び込め。脳卒中ってことで面会謝絶だ。はい。もうお前さんたちのような野心はねえ。野心のないサラリーマンや会社の存亡が一番大事なんだよ。信じていいんだな、村田。あんたに歯向かうほどバカじゃねえよ、二代目。おいおい、俺は総長って玉じゃないぜ。北条は相良連合の。でもどうして？だって北条にはトカイって。それがまた出来すぎてるんですわ。俺たちのサンクチュアリを作ってやる。
どんなことをしてもな。じゃんけんぽん、あいこでしょ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 。 Winter never seems so cold. You've grown old and time has slipped away.Soul. Newborn baby, don't you cry no more. Shed no tears for a passing soul.
600万部を誇るベストセラー、ついに完全アニメ化、サンクチュアリー。地獄を生き延び、祖国日本を変えようと誓い合った二人の男。一人は極道として闇の世界に身を投じ、一人は政治家として表舞台から日本の頂点を目指す。二人の過去を追い続ける一人の女。憎しみはいつしか愛に変わる。繁栄が堕落を呼び、平和は腐敗を招く。二人の野望の前に立ちはだかる巨大な権力。組織は体制を好み、権力は抑圧を生む。という名の運命に翻弄されながらも、理想に燃える熱き男たちの果てしなき戦い。夢、理想、裏切り、そして愛。日本の光と闇の支配、その先にあるサンクチュアリー。